フェリチンとは、鉄結合性タンパク質の一種である。生物の細胞内において、鉄と結合することにより鉄を保存し、必要な時に鉄を放出する。藻類、細菌、高等植物、人、動物を含む、ほぼすべての生物がフェリチンを合成する。人においては、鉄不足と鉄過剰を抑える役割を持つ。フェリチンは、 ほとんどの組織の細胞質に存在するが、一部は鉄運搬体として結晶中に分泌されている。結晶フェリチンの量は肉体に蓄積されている鉄の総量の推計指標であり、鉄欠乏性貧血の診断材料である。フェリチンは24個のタンパク質からなる球状タンパク質複合体であり、鉄を内部に取り込むカゴの形状をしている。 原核生物と真核生物の両方において主要な細胞内の鉄貯蔵庫であり、鉄を水溶性かつ非毒性に保つ。鉄と結合していないフェリチンをアポフェリチンと呼ぶ。フェリチンの遺伝子は主観で高度に保存されている。すべての脊椎動物のフェリチン遺伝子は3つのイントロンと4つのエクソンを有する。 人のフェリチン遺伝子においては14番目と15番目間、34番目と35番目間、82番目と83番目間のアミノ酸残器にあたる領域にイントロンが存在する。加えて、寄り合わされたエクソンのどちらかの末端にも100から200円期体の基本薬領域がある。27番目のチロシン残器は無機化に関与すると考えられている。フェリチンは 24個のサブユニットから構成された450系だの球状タンパク質であり、あらゆる細胞型に存在する。典型的な大きさは内径8ナノメートル、外径12ナノメートルである。フェリチンの内部は中空となっており、この空間に鉄分子が保持される。フェリチンの全体構造はこの空間を覆うための殻である。この殻には、 鉄が出入りするための中空空間に続く出入り口の穴が存在する。また、内部の空間にはリン酸と水酸化物イオンと結晶子を形成した鉄イオンが存在する。この結晶子は鉱物のフェリハイドライトに似ている。フェリチン複合体は1個あたり4500個の第3鉄イオンを貯蔵可能である。積水動物におけるフェリチンの多くは2種類のサブユニットからなる。 ヘテロオリゴマーである。サブユニットとは L 型と H 型の2種類であり、それぞれ分子量は 19K だと 21K だである。これらのサブユニットは高度に関連した異なる遺伝子に由来し、生理学的性質はわずかに違う。牛ガエルといった両生類には脊椎動物のサブユニットに加えて M 型フェリチンを有する。植物と微生物は1種類だけフェリチンを有し、 それは、脊椎動物の H 型サブユニットに最もよく類似している。一つのフェリチンにおける各サブユニットの個数割合は、各遺伝子の発現量の比に依存する。この割合によって、東電点や極材場所が異なる。人の場合、L 型と H 型の割合が異なる、臓器特異的なイソフェリチンが二十数種類以上、知られている。複足類モノアラガイ族では、 耐細胞性フェリチンが2種類発見されている。この耐細胞性フェリチンと類似のサブユニットは、真珠貝において、貝殻の形成に関与している。重血球中属は、死由で種類の異なるフェリチンを持つ。蒸気の無脊椎動物のフェリチンは、特に一時構造は、脊椎動物のエッジ型に類似している。大腸菌エシャーキア古来においては、 人エッジ型フェリーチンと20%の相当性が認められている。ミトコンドリアフェリーチンはミトコンドリアに存在するタンパク質潜具体である。ミトコンドリアフェリーチンは細胞質のリボソームで合成された後にミトコンドリアに取り込まれるとミトコンドリア内でプロセッシングを受けフェリーチンとなる。フェリーチンはあらゆる細胞型に存在し鉄を無毒化して貯蔵し必要な場所へと運搬する。 この機能は全てのフェリチンタンパク質に共通しているが、同じ遺伝子に由来するフェリチンタンパク質でも、その機能や構造は細胞型によって異なる。その調節は主にメッセンジャー RNA の量と安定性によってなされている。さらに、メッセンジャー RNA 濃度は、その保存の過程や転写の効率が変更されることによって調整されている。一般的に、 フェリチンの酸性量は鉄の濃度によって管理されているが、副則類のリンニアの卵黄フェリチンは鉄反応部位を変えており、鉄の濃度に依存しない。有利の鉄ンはフェントン反応により有害な活性酸素種を生成するため、細胞に対して有毒である。脊椎動物は鉄の毒性を回避するために、フェリチンやヘモジデリンといった。 タンパク質複合体に鉄を結合させて無害化させる。具体的には、アポフェリチンは、第一鉄と結合し、第二鉄の状態で鉄を保存する。細胞内皮系の細胞内で、フェリチンが蓄積すると、タンパク質凝集体となり、ヘモジデリンが形成される。フェリチンは、軟体動物などの殻を有する生物において、生体内硬質形成にも関与する。 殻における鉄の濃度と分布を制御し、殻の形状や色を決定する。多角類では、フェリチンは、施設の形成のために、施設へ鉄を輸送する、チリンパに役割を持つ。フェリチンは分解されることによって、鉄を放出し、その分解は主にリソソームによって行われる。新刻生物フェリチンの H 型及び M 型、サブユニット並びに、 新生細菌や古細菌のフェリチンのサブユニットはフェロキシダーゼ活性を有する。フェロキシダーゼ活性とは第二鉄を第三鉄に変換する酵素活性である。この活性は第三鉄と過酸化水素によるフェントン反応を抑制する。フェントン反応は細胞に有害なヒドロキシラジカルを生成し、その抑制は生物の生死に関わる。 フェロキシダーゼ活性の活性部位は各エッジ型サブユニットの第二鉄結合部位である。フェロキシダーゼ活性中心は第二鉄を第三鉄に参加し、生成物の第三鉄はそこで純安定状態に保たれる。サブユニットが新しい第二鉄に出会うと、第三鉄は第二鉄に置換される。この仕組みはすべての生物のエッジ型サブユニットで共通して見られる。 L 型サブユニットはフェロキシダーゼ活性を持たない。フェリチンを横断する電子伝達を担う可能性が指摘されている。フェリチン濃度は感染や悪性腫瘍によって増加することが知られる。菌体内毒素はフェリチンを高度する遺伝子の情報制御因子であり、フェリチン濃度を増加させる。対照的にシュードモナス属は菌体外毒素を有するが、 最初の感染から48時間以内において、宿主のフェリチン濃度を低下させる。フェリチン濃度は、低酸素症といったストレスに応答して増加する。このため、フェリチンは、急性期タンパク質である。ミトコンドリアフェリチンは、多くの役割を演ずる。鉄や、繊維金属といった金属イオンとの結合活性や、フェロキシダーゼ活性、酸化還元酵素活性を有する。 生理学的には酸化還元反応、鉄イオンの膜輸送、鉄の細胞内濃度のホメオスタシスに関与する。カタツムリの多くの種では主要な卵黄タンパク質はフェリチンである。卵黄フェリチンは細胞質フェリチンとは異なり、遺伝子配列にも差異がある。卵黄フェリチンは中長線で産生されて、血リンパへと分泌され、卵へと運ばれる。フェリチンは 化学基礎成長によるカーボンナノチューブ製造のための鉄ナノ粒子の製造に用いられている。脊椎動物においてフェリチンは通常細胞内に存在する。結晶中にも少量存在する。結成中のフェリチン濃度は鉄欠防性貧血の臨床検査における測定項目の一つである。フェリチン濃度は通常体中に貯蔵されている。 全鉄分濃度と直接相関している。ただし、慢性貧血の場合は、フェリチンは炎症性急性期パク質として慢性的に増加しており、過剰症状のマーカーとしても機能しない。基準範囲に基づいた正常なフェリチン濃度は、様々な臨床検査によって、個人ごとに算定される。フェリチン濃度が異常に小さい場合、鉄分の欠乏による、 貧血の発症の危険がある。貧血の診断において、血清フェリチン濃度の異常な低値が最も鉄、血乏性貧血に特異的な根拠となる。しかし、血清フェリチン濃度は感染やあらゆる種類の慢性炎症によって増加するため、必ずしも鋭敏な指標ではない。また、このフェリチンの異常増加は、患者が鉄血乏状態であってもフェリチン濃度を正常な 数値範囲にすることもある。血清フェリチンの異常低値は、甲状腺機能低下症やビタミン C 欠乏症、セリアック病の症状である。貧血とは関連がないが、むずむず圧症候群の患者にもフェリチン欠乏は見られる。最食主義は、血清フェリチンの低下による鉄欠乏を起こす恐れがあり、ある研究では、検査対象の菜食主義者のうちントが、 鉄欠乏であった。血清フェリチン濃度が低ければ早期症に右食の発症率が高い傾向がある。血中ヘモグロビン濃度が低い場合でも同様の傾向が見られる。血清フェリチンの正常値が異常低値、または異常高値と誤診されることは稀だが、診断機器の問題により、フック効果が現れて、偽低値が検出されることはあり得る。フェリチンの異常高値は、 鉄分の過剰化急性炎症を示している恐れがある。鉄分の過剰による病床には種樹の鉄過剰症例えば血色素症や止鉄症がある。その他、異常高値は成人スティル病、ポルフィリン症、血球うどん食症候群、マクルファージ活性化症候群の症状である。フェリチンは急性期タンパク質であるため、疾患の過程で上昇することがよくある。 急性期タンパク質として発生した過剰なフェリチンは正常な C 反応性タンパク質により血清から除去されることができる。神経性無色欲症の患者の研究によるとフェリチン濃度は急性の栄養失調により上昇することがある。おそらく人体が赤血球を減らしてでも鉄を貯蔵しようとするためである。神経性無色欲症の症状として イソフェリチンが放出される可能性がある。フェリチンには、鉄貯蔵の他に酸化ストレスからの保護の役割もある。イソフェリチン濃度の増加は、フェリチン濃度の上昇に寄与すると考えられている。免疫学的検定や免疫学度法による測定方法では、イソフェリチンを区別せず検出するため、正確なフェリチン濃度と、鉄貯蔵の実態を反映しない可能性がある。 フェリチン値の上昇は糖尿病のリスクとの相関が指摘されている。フェリチンおよびミニフェリチンの空洞は金属ナノ粒子の製造のための反応状として利用することができる。フェリチンおよびミニフェリチンは金属ナノ粒子栓具体を覆うからとなり粒子の成長を制御する異形として栓具体同士の凝集や凝固を防止する被覆剤として機能する。フェリチンよびミニフェリチンには 様々なサイズがあり、最終産物のナノ粒子の大きさを選択することができる。ありがとうございます。